Hello, we're here once again. Mm-hmm. 今日の Lazy Days 勝手に連動企画 with 湘南 Beach FM はバンドが歌いたくない曲、よくねバンドでヒットしちゃったりするとその曲で当たっちゃってんだけど、それは俺たちの音じゃないっていうので歌いたくない時あるんだよね。そういうのはちょっと集めてみたら割とあるんだよね、こういうの。 Alright, じゃあ今日行きましょうか。勝手に連動企画 The band hates these songs. Here we go. バンドが歌いたくない曲って、僕これなぜこのことを考えたかというと、僕あの J-Walk っていうバンドの何も言えなくて夏っていう曲なんだけど、それはあのiTunes で買おうとしたらオリジナルバージョンどこもないんだよね。なんか今新しいバージョンになってて、あの僕はこのオリジナルの人のボーカル欲しくて探したんだけど、古い CD には入ってるけど最近のには入ってなくて、あの彼がね、なんかいろいろ事件があったみたいで、それからボーカルを入れ替えちゃったみたいなんですけど、でも僕は本当この人のこのオリジナルのバージョンが大好きで、それを探してやっぱり昔の CD 見つけてまた聴くようになったんだけど、アメリカのバンドもたくさんいいんだよ、そういう自分のやりたい曲を、やりたくない曲をやらなくちゃいけないっていうね。じゃあ行きましょうか。72年にスーパーヒットしたナンバーワンまで行ったブランディって曲あんだね。ルッキングラスっていうバンド、ブランディってジャズっぽくて本やそういうのが入ってて、そういうスムーズなクールな音楽なんだ。でも実はこのバンドってこの曲は A 面でもなかったし B 面だったのに、これで当たっちゃったらこの曲をライブやらなくちゃいけなかったんだけど、このバンド実はハードロックのバンドだったのだからそういうスムーズなジャズの感じの曲を歌いたくなくて、だからそれでね、もうこれ売れちゃったらさ、みんなそれを聴きに来るじゃん。だからバンドバーって自分の好きな曲バーってやりたいんだけど、この曲やんなくちゃいけないってね。あ、昔僕よく思ったの、あの釜谷寛さんもライブしょっちゅうねここでもやってたんだけど、あのみんなはあのなんていうの、ゲーターを鳴らしてそういうの聞きたいと思うんだけど、これテーブル揺れてるんだ。だけど彼はバンバンバンやそういうヘイグルルキンやロックンロールやカントリーやりたかったんだよね。だからお客さんが来て、ね、そういうの聞きたいのにあんまりやってくれないから、ね、ロックンロールのファンしか残んなくなるんだよね。むしろロックンロール最高だったからね。ロックンロール Hours and hours of rock and roll。 OK、 それでブランディもそういうルッキングラスというバンドもそういう曲になっちゃって、ブランディがだからもうどこ行ってもそれそれってリクエスト来ちゃうから、バンドが基本的にこれで解散しちゃったんだよねかわいそうに。だからハードロックのバンドなんだって、もともと。 OK、 ニューヨークのバンド。次はもっとバンドがこの曲嫌いで、この曲のおかげでバンドも解散したっていうのがあるんですこれは76年に出たシルバーっていうバンドの Wham Bam Shang A Lang。すっごいバブルガムなんだ。もう本当はもう本当歌謡曲のもう子供に売ってる音楽みたいな感じでさ、それもこのバンドがやんなくちゃいけなくてもうヒットしちゃったから。でもこれは実は彼らもともとレコーディングもしたくなかったね。あのレコード会社が彼らのデビューアルバム聴いて、これヒット曲ないからこの曲歌えって無理やり渡されたの。それで Wham Bam Shang A Lang、 本当タイトルだけでもうバブルガムなんだ。それでこれを歌わなくちゃいけなくて、実は俺も嫌いじゃないんだけど、俺バブルガム好きだから。でもバンドとしてはちょっとこれじゃないな。でこのバンドのメンバーすごいんだよ。あのバーニー・レイドンとイーグルスのギターの弟か兄貴トム・レイドンメンバーで、それでバッド・オフェル・ラディのジョン・バッド・オフもメンバーだった。それでもう一人はデッドに入ったブレント・ミドランドキーボードもメンバー、この3人いるのにやっぱりその曲がないって言われて、このバンバンシャンギナ入れさせられて、でもこの3人の他のアルバムなんか聞くと絶対こんな曲は彼らは自分たちから選ばない。
でも俺好きだよ、ワンバンシャンガランシルバーっていうバンド。だからこれで彼らは解散しちゃったんだよね。 No more band, no more band OK? 今度サザンロックに行きましょうか。サザンロック70年代からあるバンドで、リナード・スキナードのボーカルの弟がドニー・ヴァン・ザントといって、その人のバンド38スペシャル。これボーカル2人でドニー・ヴァン・ザントとあとあのドン・バーンズっていう2人ボーカルで、最初の3枚ぐらいまではサザンロックだったんだ。で70年代か80年代かな、出てる。それからだん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 アリーナロックになっちゃったの。もうでっかいジャーニーみたいな世界の音楽になっちゃったんだけどね。それが一番売れたんだけど、ある時1989年にちょっとしか入ってないメンバーがいたの。その人の名前がマックス・カールっていう人で、ボーカルうまかったんで、彼が書いた曲、ただちょっと全部書いたんじゃないけど、彼が手を貸した曲がセカンドチャンス曲だったの。そのセカンドチャンス曲は全然サーティースペシャルの音じゃないのね。それで彼が歌ってて、ドニー・バンザントでもないしドン・バンズでもない、この人が歌ってるのはマックス・カールっていう人で、すごいスムーズなんだ。でこの曲はね、俺アメリカで旅してる時にしょっちゅうラジオでかかってる時あったの。それでこれ誰かなと思って、アメリカのラジオ局でさ、時々タイトル言わないから何回も聞いても分かんなくて、でやっと38スペシャルと分かって、すぐ38スペシャルのベストも買いに行ったんだよ。入ってないんだよ、ね、この人は1枚ぐらいしかいなくて、バンドはこの曲やりたくないからベスト版に入ってないのマックス・カールという人は全部曲書いてるんじゃないんだけど、ある曲があって、その曲の中にすごいね、彼女に振られちゃう男の話だね。なんか浮気しちゃって、それでその男の話、このマックス・カールは聞いて、なんだその嫌なやつじゃんこいつって、なんか曲を聴いてると、こんな嫌なやつの曲なんか歌いたくないよって言ったら、そしたらさ、みんなでも誰でも間違いがあるから、それでこのマックス・カールっていうのが、どんな男でもセカンドチャンスが必要だよ、誰でももう一回チャンスあげなくちゃダメだよ。それがその1行だけでこの曲がまとまっちゃったから、彼はその1行しか書いてないのに曲のクレジットもらっちゃってるんだよねだからすっごい印税は入っちゃった。でこれはセカンドチャンス、これはもう本当にアメリカで売れて、これも最高の曲だけど、気をつけないとベストアルバムに入ってないから、ちゃんと読んでからベストアルバム買っておこうよ俺はあんまりサーディースペシャル他の曲はそういうことじゃないんだけど、この曲だけは大好きな。 Second Chance by 38 Special。 今度はすごい有名なソングライターの話なんだけど、ちょっとダサいね。この人だけど8500万前レコード売ってんだ、この人。名前がベリー・マネロウ。マンディって曲でもヒットしたんだけど、彼はコーパーカバーナなんか歌ってヒットしてるでしょ、日本でも。でもすっごいすっごい売れちゃったんだけど、一曲すっごいダサい曲なんだね。 I write the songs、 僕が曲書くんだよね。 I write the songs that make the whole world sing。 みんなのハートを動かす曲は僕が書く。すっごい詞がダサいので、本当は神のことを歌ってるので、みんなが書く曲はみんな神から来てるっていう歌ってるんだけど、ちゃんと曲を聴かないとそれ分かんないんだよ。だから俺が書く曲、みんなを幸せにしてるよなんてピアノ弾きながら歌ってて、ダセーこいつって言われるようになっちゃって、で彼もいつもその曲で知られちゃって、ダセー曲歌うやつだなって言った。でもこの曲彼書いてないもんいろんな曲書いてるのに、このダサいって言われちゃった曲書いてなくて、俺一回ローリングストーンズ出してインタビュー読んで、みんな俺のことあの曲でダサいって言うんだけど、俺あれ書いてねえんだよって、ね、書いたのは実はこのレイズエイズのプロデューサーでもあるT.I. っていうかと、トシーさん、だから T.I. だよね。彼が大好きなブルース・ジョンソンっていう人がこのダサい曲を書いたの。そう、でもブルース・ジョンソンがこれを出して、デイビッド・キャスリーってバブルガム・アイドルも出してるんだけど、
でも売れたのがベリー・マンロー。でもベリー、お前そんなダサい曲書いて、お前自分が曲書くからみんな幸せにするなんて歌うなよ。でも俺その曲だけは俺書いてねえんだよって感じなんですよね。ベリー・マンロー、1975年の I Write the Songs ナンバーワンですよ。これもナンバーワン。最後はちょっとクールの人に行こう。俺何年か前にあのロサンゼルスのちっちゃいクラブでエタ・ジェームズ見たって話も前にしてると思うけど、そこで彼女はいろんな曲歌って、もともと彼女はブルーズで出てきてた Roll With Me Henry っていうすごいやらしいあのエッチな曲なのね。まだあの時10代かな。そんでそれから何枚か R&B やソウルっぽいブルーズのレコード出してたら、ある時レコード会社の人が俺たち出してあげるよって言って、だそれが1961年、その前55年で Roll With Me Henry やって、そういうブルーズね、 R&B だったの。それ61年のがジャズっぽかったんだ。で僕が彼女ライブ見に行った時に彼女言ったのは、私はブルースシンガーなのよ。そうしたらレコード会社に入っちゃったらジャズ歌えって言われちゃう。ジャズなんか当てに歌いたくねえやんってステージから言ってたのね。でもその曲がヒットしちゃったんだ。だからそれがエタ・ジェームズの At Last。 At Last で彼女言うには、I don't want to sing that jazz なんて言って、I'm a blues singer って言ったら、僕ステージ見て、あ、そうかと思って。でもこの曲はきっともしかしたら売れた方かもしれないね、すごく。Here's Etta James in At Last。アーティストがあんまり歌いたくない自分のヒット曲やりました。Alright、勝手に連動企画、湘南ビーチ FM 78.9 と一緒にやってます。Alright、Rock and Roll、Here we are on Lazy Days。See you again。登録お願いします。